れた一日の終わりに私はリュニーがいました。静かな部屋とふかふかのベッドが私より今一番憧れているものです。私は熱いシャワーを浴びて、綺麗な木の床をそっと歩きました。窓の外は、ようやく太陽が沈み、オレンジ色の空が私の心を暖かくしてくれました。私はクローゼットから着心地の良いジャケットとズボンを取り出し、化粧も香水もせずに髪をドライヤーで乾かすだけです。ミルクティーの香りと照明の輝きが、この壁とこの床が、優しく休憩に誘ってくれているような気がします。私は布団の中に潜り込み、冷たいシーツとふわふわの枕を感じました。汗も乾き、私の肌は再び私のものになります。まるで生きているかのように、自分の呼吸と心臓の鼓動を感じます。意図しない考えがランダムに浮かび上がり、ぼんやりとした夢の中に沈んでいきます。好奇心、美しさ、悲しみの感情は今の私と同じように抑制されていません。ベッドはパズルだれど、眠くなると幸せな気分になります。疲れた体と心は全て大丈夫、安らかに休んでくださいと私に言います。新しい日が近づいていますが、十分な準備ができていることは分かっています。私は夢から覚めたばかりの新鮮な気持ちと連論から出た力を持って立ち上がって皆さんにお会いします。帰ったらベッドで快適に横になりたいだけです。これが私にとって家という意味です。